はい、ジムの営業が終わって下に降りてきました。この建物の2階がオスジムになります。で、今日はですね、今から岡山県に向かいたいと思います。目的はですね、お墓参りとお墓の掃除なんですけども、今年の2月にもですね、同じ目的で岡山県に行ったんですけども、その時とですね、全く同じシチュエーションになります。はい、ということで、今ですね、向かっているのは近くのコンビニなんですけども、そこで家族がですね、車で僕を迎えに来てくれているもんですから、そこに行ってですね、合流して、今から岡山県に向かいたいと思います。はい、出発進行。はい、ここからは実況多分私がお送りいたしますはい、では岡山を目指していきましょう。はい、間もなく高速道路に入ります。ああ、そこか。700円です。でも今日も夜景綺麗だよね、名古屋って。今から東名阪に入ります。はい、間もなく三重県に入ります。はい、三重県に入りました。後ろ見たらもう弟が寝てました。早いね、いつもね、寝るのがすごい大変。あっという間。亀山ジャンクションに入ります。新名神今です。そうそう。いや、ちょっともう僕そろそろ眠いんでそのパパにバトンタッチします。ありがとう。続きは明日の朝ですね。はい、はい、じゃあおやすみ。おやすみなさい。すごい、なんか綺麗に木がライトアップされてます。この屋根の飾りもなんだか面白い建物ですね。じゃあちょっとね、小腹が空いたので中で何か食べたいと思います。何これ、タヌキ、すごい。僕が注文したのはこちら、舞茸そばです。季節限定って書いてあったので思わず注文しました。じゃあまずはこの舞茸の天ぷらから。うまい。舞茸の香りがすごい。すごい出汁が効いててめちゃくちゃ美味しいですね。お腹ペコペコだったので9時ぐらいに食べた食事は、普段はご飯 200g とタンパク質を食べるんですけど、今日はね、そのご飯を一応抜きました。で、その代わりに今炭水化物を食べてるっていう感じです。いつもはその9時の食事が一応最後の、食事になるんですけども、今日は夜更かしするっていうことで、これをね、最後の食事にするという予定でいます。はい、完食しました。ごちそうさまでした。お腹も膨れましたので、またね、岡山に向かって、再出発したいと思います。はい、家族はみんな撃沈しております。今の時間は夜の12時半。はい、中国自動車道に入りました。はい、2時を過ぎました。今山陽自動車道を走っているんですけども、残り124キロでナビに書いてあります。でも今日は一応岡山インターの手前の一番近いサービスエリアで車中泊をしようと思ってますので、残りあと100キロぐらい、あと1時間ぐらいの運転になると思います。この話はですね、前回の動画でも、させていただいたと思うんですけども、僕はですね、岡山が出身とか、岡山に、誰かね、親戚がいるっていうわけではなくて、先祖のお墓が岡山にあるですね。岡山は昔は池田藩が治めてたと思うんですけども、その池田藩に仕えてたのが、僕のね、先祖ということで、岡山市が管理してる墓地に、うちのね、お墓も並なっているそうなんですね。だから定期的に、行ってですね、他の掃除をしてくるわけなんですけど、で、結構ね、敷地も広くて5メートル四方ぐらいの広さがあるんですよ。そこに一斉にわさっとね草が生えるので掃除するの時間かかりますけども、綺麗になったお墓を見るとですね、すごい達成感を感じられるものですから、そういう楽しみもあってですね、イベント的な感じで、僕ら家族はですねいつもお墓の掃除に行ってます。はい、瀬戸パーキングエリアに到着しました。岡山インターまで残りあと20キロちょっとということで、今日はここで車中泊をしたいと思います。さっき土山サービスエリアでそばを食べてからですね、ノンストップでここまでやってきたんですけども、今ね時間は3時半ということで、ちょっと足が軽く固まっちゃいました。今から車のシートを倒したりとかっていう、寝る準備をですねしたいと思います。こんな感じで、シートを倒してですね、今2人がここに寝てて、僕はここに寝ます。嫁さんは前の席、助手席を倒して寝るという感じで、いつもこういうポジションで車中泊をしてるんですけども、今日はね寒いので一応暖房はかけたままで寝ようと思います。で、一応眩しいので窓ガラスはですね前とあと後ろに目隠しをしてるんですけども、こんな感じでね寝ます。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。おはようございます。さっき目が覚めました。今の時刻は朝の8時です。昨日結局寝たのが4時ぐらいですので、4時間ぐらいの睡眠になりました。でもね結構寝れた感はあるんですけど、気持ち首が固まってる感じがしますね。でもこれは昨日の肩のトレーニングの、僧帽筋の筋肉痛もあるのかなっていう感じです。はい、それにしてもめちゃめちゃいい天気になりましたね。雲が一つもない。結構ねお腹ペコペコででも、もうねこのまま出発しようと思います。次男はすっかり目が覚めて遊んでます。全く寝癖が立ってないね。じゃあ出発しようか。はい、行けるよ。はい、やっと高速道路終わった。はい、では今から岡山市街に向かいたいと思います。はい、大きい建物増えたね。もうすぐまっすぐ行くと岡山駅。ここが見覚えある。あいつもここで曲がるんだよね。路面電車、今日最初の路面電車。あっちにもいる。モモがいた、モモがいた。おお、早速見れたね。かっこいいね、やっぱり。かっこいいね。もう一個桃がいました。二ついるのかな。あ、本当だ、よく見たら桃にって書いてある。はい、そして。コンビニ。到着。今日は混んでるね。ね、桃ってVVVF インバーター制御使ってるのかな。なんか音がそれっぽいような気がするけど。いつも行くこのコンビニは中で。イートインができるっていうことで、ここでね朝ごはんを食べるんですけど、今日はなぜか席が満席で座れませんでした。ということで今日は車の中で、みんなで食べてます。僕が買ってきたのはこちら、エビピラフとサラダサーモン2種類と、あと燻製卵です。普段はささみスモークを買いました。これでタンパク質が約 36g 取れます。このピラフはおにぎりにしようか迷ったんですけども、今から掃除をするということで、エネルギーを入れるために油が入っているものを選んでみました。おいしい。これ？私とは。次はこのサラダサーモン。僕これ初めて食べますけど、どんな味なんだろう。ああ、確かにスモークの味がする。大体予想がつく。食感はレンジでチンしたサーモンと全く一緒で、鮭缶の方が美味しいかな。じゃあもう一つの、スモークパストラミ。どう？味は美味しいね。まあこっちの方がちょっと柔らかいかな。ほんとちょっと食べる。どう？これ美味しいじゃん。あ、ほんと？うん、俺これ好きだよ。お気に入り？うん。へー。あ、でも確かにこっちの方が最後まで飽きずに食べれるかもしれない。そうだよね。うん。で最後はこの燻製卵。味玉じゃないよ。味玉だよ。ありがとう。超でかいでかいでかい。なるほど。うん。これ美味しい。うん。よし、最後の一個。うん。よし、食べた。ではお手手を合わせ。はい、ごちそうさまでした。うん。では今から出発します。はい。右に止まってるね。この猫。あ、前から。あ、前からも来た。タマって書いてある。あ、上に猫耳ついてる。この電車。そうなんだ。可愛いね。見えたくないね。あ、もうだいぶ近いね。はい、着いたよ。めっちゃ見覚え、めっちゃ見覚え。そう、ガードレールあったね。はい、到着。そう、この景色。この景色。やっと目的地に到着しました。後ろに見えている森の中に、市営墓地があります。今の時間は10時ちょっと過ぎたところで、オスを出発してちょうど12時間ぐらい経ちました。朝はねすごい寒かったんですけど、今むちゃむちゃ暖かくなりましたね。もう上着を着なくても十分作業ができそうです。いつもの通り長靴に履き替えて、これが掃除道具一式です。あとお花ね。よし、じゃあ行こうか。はい、はい、今お墓の掃除が終わりました。お疲れ様です。お疲れ様。2時45分、結局4時間ぐらいかかっちゃいました。はい、まあ、今回は10ヶ月ぶりぐらいだからそんなに草生えてないと思ったんですけど、まあすごかった。竹がね、笹の葉が生えてるから、それが結構抜いても取れないからね、ひたすら鎌で刈るっていうことやってきました。結構お腹空いたので、今子供たちは車の中でさっきコンビニで買ったまんじゅうを食べてますけども、僕たちも食べて、でその後、銭湯に行って、結構ね汚れちゃったので体を洗いたいと思います。はい、でも本日3回目のもも、これも2代目っぽい。なんかあ、これも猫耳ついてる。あのバスめいちゃん、この交差点さ、ナビで見ると五角形になってる。本当だ。あ、すごい、歩道橋が五角形。知らんかった。ね、すごいね、これは。面白い。はい、着きました。では、今から一風呂浴びていこうと思います。はい、お風呂に入ってきました。はい。だいぶ良かった。1時間ぐらい入ってたので、結構のぼせちゃった。ということで、定番のお風呂上がりの牛乳をいただきます。はーい、お疲れ様。じゃあ、うちに向かって帰りましょう。はい、はい、出発進行。ありがとうございました、温泉さん。人働きした後の温泉はいいね。ね、白いあれ、すみません、改装中ですって。謝ってる。路面電車さようならだね。またね。もう時間が遅いからもう帰らないとね。そうだね。5時過ぎてすっかり暗くなっちゃいました。もうこのまま高速道路に乗って途中のサービスエリアで何かご飯を食べて帰りたいと思います。はーい。ほらほらほら、猫耳あった、猫耳あった。上。ああ、やっと着いたね。よし、高速入ったよ。はい。5時に入りました。入ったね。今晩ご飯を食べるミキサービスエリアに着きました。はい、あ、混んでるとか言ってたよ。あ、空いてる。お腹空いた。はい、やっとご飯が食べれます。はい、朝コンビニで食べてから約10時間。ずっと食べたの。まんじゅう1個しか食べない。注文したのがこちらです。はい、世界一忙しいラーメン。結構油が浮いてるけど。はい、いただきます。ただきます。はい、結構麺太いね。本当？醤油ラーメン。あ、結構美味しそうだね。美味しい。本当？うん。マジ？ちょっとうまっ。え、うまいじゃんこれ。美味しいね。癖がない。醤油が、うん。中華そばっぽいから。チャーシュー、チャーシューもすごい肉の味が出てる。で、僕はこれを買いました。はい、隣のコンビニで買ったんですけど、まず鮭のおにぎりとチーズとこの赤西貝を買いました。完全につまみだよね。美味しい。完食しました。全員がね。はい。ここ一番最後ですね。はい、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。まあでもまた膨れた。ね。なんかすごい生き返った感じ。トンネルみたいになってる。ね。すごい綺麗。おお。今の時間は8時半です。名古屋を出発してから22時間かな。すごいね。まあ、なんとかね、お墓の掃除もしっかりとやれたので、まあ、目的は達成できたんですけども、うん、できればもうちょっとゆっくりと岡山観光してもらったなっていうので、ね、しょうがない。次はもうちょっと名古屋を早く出発して、ね、時間に余裕があれば、次回、来年のまた寒くなってからかもしれないですけど、ね、岡山観光をしたいと思います。はい、ということで今日は、車中泊で和歌山に行ってきました。はい、あと250キロぐらいこんなものだと思うね。なので気をつけて家まで帰りたいと思います。はい、ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。